船岡山古墳にやってきました。万葉の里、船岡山古墳です。古代の様子に思いを馳せてしばし楽しみたいと思います。興味のある方はお付き合いください。この山全体が古墳になっていて、小さな山ですけれども、当時を忍ばせてくれます。